ーチスが飛ぶ時にあのアメリカへのいい腕してるぜ!」的なことをポルコ言ったんですけどなんでそ,のそれがわかるのか理由です3つあると1つ目はですね利水の時一切バウンドしない,い操縦の腕2つ目はですね 下が見えにくい服用器のくせにですね、一回で離水成功している。三つ目の理由ね、夜間飛行というのは死と隣り合わせだったんですね。とにかく山があってもどのここに山があるかわかんない。街の明かりなんかも本当にかすかであっという間に見えなくなると。で、高度今何メートルなのか、それを表示する景気もですね、アナログのすごい原始的なものなんですね。で、えー、無線機があるというふうに言われてもですね、ちょっと雷とかが出たらあっという間に無線機が雑音だらけになって使えなくなると。カージスがですね、 ホテル・アドリアーノから夜、離水して飛んでいくんですけども、もう離水も着水も本当に水面が全く見えないんですよ、暗いから。あだから、腕自慢のポルコですらですね、ホテル・アドリアーノに来たのは夕方なんですよ。夕焼けの あの、海に着陸してで、おそらくですね、秘密基地に帰ったの翌朝、一泊してですね、翌朝なんですよ。誰も夜飛んでいないような時代の話なんですね。で、えー、舞台のモデルになったですね、クロアチアのですね、ドブロクニクっていうですね、街に僕は、えー、3年前にですね、取材に行ってですね、3日間滞在しました。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。えー、昼間はですね、アドリア海ってすごい穏やかで、本当に綺麗。 アニメの通りに綺麗な海なんですけどもですね、夜のアドリア海はですね、めちゃくちゃ風が強いんですよ。で、その風もしょっちゅう方向変わるんですね。アドリア海っていうのは、そのイタリアとイタリアの東の陸地に挟まれた狭い海なのでですね、まずとにかく気温の変化に対して風の方向がしょっちゅう変わるんですよ。で、あの海をね、夜に飛ぶのは本当にね、 まあ、例えて言えばですね、全く明かりのない山道、トンネルもいっぱいあるような山道で、道の横がすぐ崖になってガードルームもないところをですね、ヘッドライトもない車でビュン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 飛ばすような、なんかそんな感じだと思います。だからあの、まんまいうとだのですね、あの、大きい飛行艇も、まあ、あの、カーチスと一緒に飛ぶんですけども、 絶対上昇してないんですね。映画の中見てください。あの、マユまドダムが一緒にカーチスと飛んで帰るし。しかしカーチスはですね、離水したら一気にグワーンと上昇していくんですね。すごい危険です。で、ポルコはですね、その夜に飛ぶことがどんなに危険なのかを知ってるので、だから彼は昼にしか飛ぶ描写がないんですね。もちろん、ポルコの腕だったら夜間飛行ぐらいできるんですけども、 それでもですね、よっぽどやらなきゃいけない時しかしないんですよ。それをですね、当たり前のように利水してですね、上昇するカーチスを見て、いい腕してるな、というふうに思わずつぶやいちゃったというシーンなんですね。岡田斗司夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。ぜひ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 チャンネル登録よろしくお願いします。